久保武ケは、日本、神奈川県川崎市出身のサッカー選手。スペインプリメイラディビション RCD マジョルカ所属。日本代表。ポジションはミッドフィールダー。2004年3歳の時、サッカーを始める。2009年8月、パンフレットに MVP に選出された選手は、バルセロナと試合ができるチャンスが与えられるとの告知を、見て参加した FC バルセロナキャンプで MVP を、 獲得。2010年4月、FC バルセロナスクール選抜として、ベルギーで開催された、ソデクソヨーロピアンルーサスカップに参加。チームは3位に終わったが、通常は優勝チームから選出される、大会 MVP に選ばれた。小学校3年生の時に、川崎フロンターレの株組織に入団。二千十一年八月、FC バルセロナの株組織間テラ入団テストに合格し、 スペインにわたる。10から11歳で構成されるアレビン C に入団した。2013-14シーズンは地中海カップ U-12 トーナメントで大会得点王と MVP になり、またリーグ、カタルーニア杯などのトーナメント制覇に貢献した。2014から15シーズンはインハンティル A に所属。しかし FC バルセロナが フィファから18歳未満の外国人選手獲得、登録違反による制裁措置を受け、この影響により、久保の公式戦出場停止処分が続いたため、2015年3月に日本へ帰国して FC 東京の下部組織に入団した。2016年、中学3年ながら FC 東京 U-18 に飛び級で昇格。 日本クラブユースサッカー選手権では飛び級で出場し、大会史上初となる中学生ながら、得点王に輝いた。9月、FC 東京のトップチームに2種登録される。同年11月5日に行われた J3 リーグ第28節、AC 長野パルセイロ戦に後半開始から出場し、J リーグ史上最年少記録を塗り替えた。2017年3月12日、 J3 開幕戦の片割れ富山戦では初の先発フル出場を果たした。4月15日、J3 第5節のセレッソ大阪 U-23 戦では15歳10ヶ月11日で J リーグ最年少得点を決めた。5月3日、ルバンカップ第4節の北海道コンサドーレ、札幌戦で後半21分から途中出場し、トップチームデビューを果たした。また、 J リーグの選手としては、初の21世紀生まれである。2017年11月1日、FC 東京とプロ契約を結んだことが発表された。FC 東京トップチームデビュー戦となった2017、ルヴァンカップ第4節、札幌戦では84分に、直接、フリーキックの機会があり、久保が倒されて得た FK だったこともあり、ボール地点に集まった後輩洋二郎や、 安倍拓ク、ま、東統計ルの3人から、蹴っていいよと言われたため、デビュー戦の久保がキッカーを務めたがボールはわずかに湧くの、外に外れた。11月5日、J3 第30節のガンバ大阪 U-23 戦でプロ入り初得点を決めた。11月26日、J1 第33節のサンフレッチェ広島戦で途中出場から J1 リーグデビューを果たした。 16歳5ヶ月22日での J1 出場は、森本隆之、宮吉匠に続いて、歴代3位の年賞記録となった。2018年2月24日、J1 開幕戦の浦和レッズ戦では途中出場し、3月7日には、ルバンカップ第1節の横浜 F マリノス戦で、プロイル初先発。3月14日、ルバン杯第2節のアルビレックス新潟戦にて、 トップチーム初得点を含む大会最年少ゴールを決めた。3月25日、J3 第4節のカタール富山戦でも同期、J3 リーグ戦初得点を決めるなど、J3 での結果は出ていたが、J1 リーグ戦では監督の長谷川健太からさらに、上のレベルで、守備時の運動量を求められベンチ入りの機会が、徐々に減少した。2018FIFA ワールドカップに、 日本代表のトレーニングパートナーとなる U-19 日本代表に選出された移動。ロシアでの A 代表メンバーとの練習やロシア現地で日本のグループリーグでの戦いを観戦後は自身の主戦場が J3 リーグとなっている現状に危機感を募らせ FC 東京首脳に新しいチャレンジがしたいと環境を変えることを直訴。FC 東京は当初、 J2 への育成型期限付き遺跡を提案したが、久保が J1 でのプレーにこだわり、長谷川監督も移流したが、久保の遺跡の意思が固く、横浜 F マリノスへの期限付き遺跡を容認することとなった。長谷川は、当時の久保に足りなかった部分を、オフザボール時の動きの量と質が足りていなかったが、この半年で落とし込めて、シーズン後半の彼に期待していたので移流したが、 変化を望む意志が固かった。新天地で力を発揮してもらいたい。才能ある選手なので、日本全体でサポートしていくことが大事特防を送り出した。横浜 F マリノス2018年8月16日、横浜 F マリノスへの期限付き移籍が発表された。8月22日、天皇杯4回戦のベガルタ仙台戦で、移籍後初先発し、初アシストを記録した。 続く8月25日、第24節のビッセルコ戸ベでは56分に、松原県から折り返しのパスを受けると、ワントラップから左足のハーフボレーで J1 リーグ初得点となるゴールをマークし、勝利に貢献した。この得点は森本隆行に続く J1 歴代2位の最年少得点となった。久保は後に F マリノスでの4ヶ月間で得たものを、 チームで求められるコンセプトを実践できないと試合に使われないのは当たり前であってその上で自分の特徴を出して攻撃での貢献が必要だということを10代の早い時点で知ることができたのが大きな収穫だったと語りそれまでなぜ試合で使ってくれないのかという外向きだった意識が自分に足りないものは何かとメンタル面で変化できたことを挙げている復帰2019年 FC 東京に復帰。前年の期限付き遺跡を経たことで、チーム指導キャンプから長谷川監督も驚く、運動量と守備意識の向上を見せ、2月23日、開幕戦の川崎フロンターレ戦では、クラブ史上3番目の若さとなる17歳9ヶ月19日で、スタメンに抜擢された。試合は引き分けに終わったものの、久保の放った直接フリーキックが、 ポストに直撃するなど存在感を発揮した。3月10日、第3節のサガントス戦では初のフル出場を果たし、FW ジャエルに決定的なパスを通す初アシストで勝利に貢献。5月12日、第11節のジュビロ岩田戦では後半39分に左足ボレーシュートを決め、FC 東京の選手としてリーグ戦初得点を決めた。 6月1日、第14節の大分トリニータ戦では2ゴールを挙げ、自身プロ初の複数得点を決め勝利に貢献した。スペインへ完全移籍発表後の2019年6月29日に行われた FC 東京の試合後に走行セレモニーが行われた。当日の対戦相手が期限付き移籍先だった横浜 F マリノスだったため、両サポーターに感謝の言葉を述べた。 2019年6月14日、スペインのレアル・マドリードへの移籍が発表された。移籍発表時点では、FC 東京は J1 リーグ首位であり、久保もレギュラーとしてチームに貢献していた中での移籍だった。しかし、移籍発表を翌日に、FC 東京の代表取締役社長である大金直樹のコメントで、18歳を迎える時には、もう一度可能性を確かめるべく。 クラブとの契約期間はその日までとなっておりましたと、久保が18歳の誕生日を迎えた同年6月4日に契約が終了していたことを明かした。契約終了後に FC 東京も契約延長のオファーを出し、久保も FC 東京の今シーズンのチーム状況、自身の成長の実感からそのまま残留して優勝に貢献したいという気持ちもあったものの、 最終的にはレアルマドリードへの移籍を決意した。上記の経緯からレアルマドリードには移籍金が発生しない自由移籍で加入したものと見られていたが、2021年9月21日になってスペインのエル・コンフィデンシアルがレアルマドリードから FC 東京に対して200万ユーロの移籍金が支払われたと報じている。レアルマドリード加入が発表された当初は1年目は B チーム総統であるレアルマドリードカスティージャでプレーし、2年目にトップチームへの昇格あるいは別のトップレベルのクラブへの放出を約束したと報道されていた。7月9日、プレシーズンツアーの帯同メンバーに選出され、試合にも出場してトップチームで実戦デビューを果たした。同月に行われたアウディカップにも出場し、31日に行われたフェネルバフチェ戦では、 後半73分からの出場で、短い出場時間だったものの、ルカモドリッチとの連携で、相手 DF を翻弄するなど、随所で、好プレーを見せ、スペイン氏、マルカは評価ランキングで1位に選出している。また、カスティージャでのテストマッチでは7番を背負ってプレーした。マヨルカ2019年8月22日、プリメーラディビシオンに7シーズンぶりに昇格した。 マヨルカへの期限付き遺跡が決定した。背番号は26番。日本人がマヨルカでプレーするのは大久保義と課長秋広に次いで史上3人目となった。前述のプレシーズンマッチでの限られた出場時間の中で十分に通用するだけの素質を見せつけたことで当初予定されたカスティージャよりレベルの高い一部のタックラブで経験を積むことになった。 9月2日、リーグ戦、第3節のバレンシア戦で途中出場し、リーグ戦デビューを果たした。11月10日、第13節のビジャレアル戦で、後半8分にミドルシュートで、スペインでの初得点を決めた。このゴールが欧州4大リーグのアジア出身選手、最年少得点となった。シーズン序盤は、ベンチスタートが多かったものの、2020年に、 入ってからは主力の一人となっていった。最終的にチームは西軍ダディビションへの降格が決定したもののリーグ戦35試合4ゴール4アシストと回で苦しむチームの中で結果を残した。このシーズン欧州サッカー連盟によるラリーガのブレークした11人に選出されるなどその活躍ぶりは国内外から注目を浴びた。ビジャレアル2020年8月10日 昨シーズンを5位で終えたビジャレアルへの期限付き移籍が発表された。背番号は16番。開幕からリーグ戦6試合ベンチスタートとなり、10月22日、ヨーロッパリーググループステージのスイバススポル戦で移籍後初の先発出場を果たし、移籍後初ゴールを決めただけでなく、2つのアシストも決めて勝利に貢献した。その後はヨーロッパリーグでは、 グループステージ全試合に先発出場するも、リーグ戦では先発出場は2試合のみだった。冬の遺跡市場開幕前には4試合連続で、出場がなく、2021年1月2日のレバンテ戦では、シーズン初のベンチ外となった。最終的に出場した、公式戦19試合で90分間フル出場したのは、ヨーロッパリーグでの2試合のみにとどまり、リーグ戦で、 先発出場したのは2試合のみにとどまった。ヘタフェ2021年1月8日、ビジャレアルとの契約を破棄し、17位で残留を争っていたヘタフェシーズン終了まで期限付き移籍すると発表された。背番号は5番。1月11日、第18節、エルチェ戦に64分から途中出場を果たし、新天地デビューを飾った。 ヘタフェでの練習に一度も参加していないかったが、二得点に絡む活躍で敵地での逆転勝利に貢献した。その後は4試合連続でスタメン起用されるも結果を残せず、その後の6試合では途中出場となり、ナイアトレキコ戦では出場機会が訪れなかった。5月16日、第37節のレバンテ戦では決勝点を決めてチームの残留に貢献した。 ヘタフェでは1ゴール1アシストで、スタメン8試合に対し、途中出場10試合、出番なしが4試合であった。マヨルカ2021年8月11日、1シーズンでプリメーラディビシオンに最小格した、RCD マヨルカに1シーズンローンで再加入が、決まった。2016年、U-16 日本代表として U、AFC、U-16 選手権に参加。 大会得点ランキング2位となる4得点を挙げて、FIFAU-17 ワールドカップの出場権の獲得に貢献した。同年11月、アルゼンチン遠征を行う U-19 日本代表に飛び級で初選出された。15歳5ヶ月20日での選出は、史上最年少で、中学生で U-19 日本代表選出は史上初となる。 そして、U-19 アルゼンチン代表との親善試合で、U-19 代表デビューを果たした。2017年、ドイツ遠征を行う U-22 本代表メンバーに選出され、U-20 ドイツ代表との親善試合を含む4試合に出場し、2得点を挙げた。同年5月2日、2017FIFAU-20。20 ワールドカップに挑む U-22 本代表に飛び級で選出された。5月21日、初戦の U-20 南アフリカ戦で途中出場から同案率の逆転ゴールをアシストして勝利に貢献した。9月、FIFAU-17 ワールドカップのメンバーに選出。10月8日、U-17 ホンジュラスとの初戦では1得点1。 アシストの活躍で勝利に貢献した。2018年 AFCU-19 選手権のメンバーに選出。10月19日、初戦の U-19 北朝鮮戦では直接フリーキックを決めて勝利に貢献した。2019年5月23日、キリンチャレンジカップの日本代表メンバーに初選出。21世紀生まれの選手が A 代表に選出されるのは 史上初である。その翌日に発表されたコパアメリカに臨む東京五輪世代中心で構成された日本代表にも選出された。6月9日、キリンチャレンジカップのエルサルバドル戦にて、後半22分から途中出場し、A 代表初出場を果たした。市川大輔に次ぐ史上2番目の若さでのデビューとなった。コパアメリカでは、 初戦のチリ戦で代表初スタメンを果たし、グループリーグ全3試合に出場した。レアルマドリード移籍発表後すぐの大会だったため、日本だけではなく、海外からも注目されたが、海外メディアも、久保のプレーに高い評価を与えている。チームは、グループリーグ敗退となったが、この大会でのラストパス本数は、グループリーグ終了時点で、大会最多の8本と、 高い存在感を示した。2021年、東京2020オリンピックの U-24、日本代表メンバーに選出され、7月22日の予選リーグ初戦の南アフリカ戦で決勝ゴールを挙げて、チームを勝利へ導いた。また7月25日の予選リーグ2戦目のメキシコ戦では、前半7分に、同案率からのパスをダイレクトで、 ゴールへ入れ2試合連続ゴールを決めチームを勝利へと導いた。7月28日の予選リーグ3戦目のフランス戦でも前半27分に上田清が放ったシュートが相手 GK にセーブされるもこぼれ球をゴールに入れ3試合連続ゴールを決めチームを予選リーグ3連勝に導いた。しかし決勝トーナメントではゴールを決めることができず。 チームは準決勝のスペイン戦で延長戦の末に、敗れ五輪史上初の決勝進出はならなかった。さらに3位決定戦では、予選リーグで対戦したメキシコに1の3で敗れ、53年ぶりのメダル獲得には届かなかった。ありがとうございます。